どうもお疲れ様です。はやばさです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、今日はですね、この穴見てください。とこの穴とここの今自分のこの経験値ですよね。経験値、これがですね、4、昨日までは61あったんですよね。なぜ4になったかというと、まあここで僕準備してたんですよね。ここで準備してたら、まあ何かしらエンダーマンが来たんでしょうね。エンダーマンが来て、この中に何でか知らないけど、まあ、土ブロックか何か置いたんですよ。土ブロックかな、置いて逃げて、ここからここ一匹今いないと思うんですよ。あのちっちゃいのが脱走して、でここで僕はここら辺で準備をしていて、脱走したチビゾグリンがここで僕を抹殺して、でリスポーンスってちょうど夜だったんですよ。暗くなってたんですよ。でここでリスポーンしてたんで、ここで、起きた瞬間にクリーパーがいて、クリーパーがその目の前で大爆発です。でネザーゲート閉じで、最初の始まりの村に戻されました。でそこネザーゲートを通って戻ってきたら、ネザーゲートがここにできたという、家の中にできた、せっかく作った家の中に、村人さんの家じゃなくなったっていう。まあいいんですけどねあのトライデントさえ死守できれば、もうほとんど全ロスしますからね今まで。で一応ここもチェストを爆破されたんで、一応入れれるところに入れたんで、もう早いうちに仕分け機が欲しいぐらい、まあ今日は何をするかというと、準備をしてたらもう吹っ飛びましたね。今ですね、ここに今さっき焼いてたのがレンガブロックを焼いてたんですよ。はい、レンガを焼いていたんで、ここに結構ワンブロックができるかな。レンガを使ってちょっと、レンガ作れた、よかった。でちょっとここ飾り付けしようかなと。でここは今まで以上にちょっと空いてるんで、ここにこうなんですよ。これをするために空き取ったんで、でここにでこうやって並べていくために、でここにまあ例えば、ツツジの葉とかを置いて、でなんか通りみたいな感じでしていったらいいと思っているんですが、まあ今すごい穴開けられてるんで、ちょっとこの穴も埋めたいところなんですが、実はですね、土ブロックが今不足してまして、その理由がっていうのがですね、この今このレンガ結構今焼いていますが、このレンガってどっから出てきたのかという、この焼くための粘土はどこから出てきたかというと、なんていうんです
4月1日に紹介したやつのシステムの中に、システムっていうか、紹介したやつの中に作る機械、粘土ブロックとか泥ブロックを作る機械があったと思うんですけど、あっこは大量に作ったんですよね。土で、それで土がもうここには今なくなっております。レンガブロックいっぱい作ろうと思って土ブロック全部持ってってやったんですが、今不足しております。あ、ベッド置かねえけん。ベッドで、ベッドがどこにあるかわからない。ベッド回収したんですよね。ベッドさん、ベッドさん、ベッド、あとさ、寝下げるの前も危ねえな、絶対ここで一旦寝ときましょう。ちょっと建物を早急に作る必要があるかもしれない。雨だ、寝たのに雨が降ってきた。本当に土ブロックがないんですよね。土ブロックが欲しいと思うけど、でも、でも久しぶりに思いましたよ。こいつらは怖いんよって。こいつらは怖いんだよ。もう敵味方関係ないですからね。仲間同士では争わないですけど、それ以外のモブはもう全部敵ですからね、こいつら。しかもさっき、僕の思惑通りピリジャーたちを襲ってましたからね。確かに使い方を間違えなければ強いんですよ。でも僕が思うのは、ラベジャーとこのゾグリン、ゾグリン、ゾグリン、ゾグリンだよね。どっちが強いのかっていうのです。ちょっと興味あって戦わしたいっていう。ただ時々僕はあの他の動画さんも見るんですけども、僕見たことないですよね。こいつらと他のモブが戦ってみたっていうの。まあ確実にゾンビとスケルトン、クリーパーにはこいつら強いですよ。下手したら雲にも強い、雲にも強いですよ。じゃあ何、ピグリンも倒してましたからね、こいつは連れてくるとき。通りすがりにピグリン。ひどい話ですよ。ただ通ってるだけなのに攻撃されるっていう。で、こいつらって足速いじゃないですか。こいつら足ちょっと速いんですよね。なので追いつかれるんで、僕、ロバさんで、リード引っ張って、もうダッシュしてたんですよ。じゃあそのロバさんどこ行ったかというと、はい、やられましたね。ネザーゲート降りるんですよ。通すのに一回降りるんですよ。でその降りた瞬間にロバさんやられてましたからね。これどうするかな。じゃあ今日も一件作っていきますか。
じゃあ早速始めていこう、と思います。ですね、ベロブロックでもあれを作っていたのですが、あった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 、そう、ドロレンガ、ドロレンガを作っていたんですが、ドロレンガの家をもうちょっと一軒建てとこうかなと。これもまあここもこの範囲で作っときたいと思います。まあここ壁が来るからね、どっちみち。まあくっつけといてもいいか。失ったか、これ。ピッケル、ピッケル。石のピッケルまで失ってるのか、鉄のピッケルもないのか。あ、石のピッケルある。石のピッケルあれば。まだ助かる。よし。で、ここも窓をつけときます。は？声がする。まあいいか。違うよな。洞窟があるのは知ってるけど、そこにウィッチが湧いてんのか？まあいいけどさ。窓作って。で、屋根か。屋根はまあ、また、後日。何？ちょっとどっか掘ってみるか。多分ここらな。ほらな、多分この下か。違う。ここら辺か？
違うな絶対。どこだ。で、まあいいや。早く読んでならんかな。この雨邪魔なんだよ。ならない。で、ところでこの銅ブロックたちなんですが、まあそんなに色が変わったかと言いますと変わってないんです。あ、これはできてるじゃん。こいつはここだよね。ここですね。ここで色分けしていって、ここがまだ足してない。ここ間多分ここだったらこれも分離するんじゃない。これも取っとかなきゃ。そして絶対暗くなってきたので夜。もうクリーパーに爆破されるやつかこれは。でこれがここ、違う、ここ、これで一旦は大丈夫かな。こんな感じですね。ここまで行くのにちょっと結構時間かかるんですよね。すげえ気になる。まあ気になりすぎて進まないので今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ正月休みが今日までっていう方もご視聴ありがとうございました。明日からも仕事を頑張りましょう。憂鬱ですねって僕も明日から仕事なんですが、今日はこの後、最後の休みを満喫したいと思います。それではまた、今回のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。アンソグリーン家作るかな。あのままだとちょっとなんかまた事件が起こるっていうこともありえるので、そのうちちょっと作りたいと思います。でアンソグリーンはここからはめるのはなんとかできたけど、ここから出すのが至難の技です。それではご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。